この時をどれほど待ち望んだことか。お会いしたかったですよ、私の愛しいルシファんでいる。スピーチは式の後半でと思っておりましたが、いいでしょう、お話しします。私の純真無垢なこの心の内を。あの日、あの時、私はあなたを殺したいほどに憎みながら消滅した。しかし、最初は戸惑いました。なぜ私を生かしたのかと。その戸惑いはゆっくりと別の感情に変化していきます。羽一本じゃ全然足りない。もっとあなたと混ざり合いたい。もっと私にあなたという存在を注ぎ込んでほしい。なんとも形容しがたいこの感情は、しかし間違いなくルシファー、あなたへの愛と呼べるべきものだったのです。すると、なんということでしょう、大いなる祝福が私に再び生を与えました。ルシファー、私はあなたが愛おしい。これから交わされるのは契りの口づけ。これによって我々は一つの存在となる。体も心もその全てが共有されるのです。ご友人たちに見守られながらね。そう、彼女たちはこの式の参列者というわけです。貴様、そんなくだらない理由で私の仲間を。くだらない、私にとっては何よりも大切。拒むのなら私の愛、痛みとともに刻んであげましょう。ああ！
先ほどまでの無抵抗がもしあなたに希望を与えたのなら謝ります。悲しいかな、私はもう以前の私ではないのです。ちぎりの口づけを受け入れるのです、ルシファー。どうなっちゃってるんだ。言っただろう、あやつはまだ光の試練をクリアしておらん。これが本来の力の差。どこへ行く。今さら行っても間に合わないよ。でもかけるしかないんだ。あやつが見出すそのわずかな可能性に。うわキャンドルサービスとは素晴らしい。あなたにそんな一面があったとは驚きです。次はケーキカットといきましょう。なぜ拒むのです。散々に仲間を傷つけておいて自分だけは守りたいのですか。何、思えばあなたはいつもそうだった。己を過信し単独行動、その結果どれだけの仲間が苦しもうが自分さえ無事ならそれでいい。黙れ。全ては仲間のためだと。それでこのありさまですか。だとすればあなたの正義感は随分と軽く脆いんですね。いつか天界は欺瞞だらけだと言いましたね。だが私に言わせれば欺瞞に満ちているのはルシファー、貴様の方だ。黙れ。しかしそんな汚れ切ったあなたでもきっと清らかな心を得られるでしょう。そう、私と一つになることで。これは救済でもあるのですよ。今こそちぎりの口づけを。